車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト土井パフォーマンスです。今回はボンドショップ大阪からカスタマイズした車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは岡店長です。お願いします。今回ご紹介する車がこちら。はい、やってきましたね、ついに。はい、すごいこう節目だなと思いました。ほう、何度か EV、あのタイカンだったりだとか、はい、テスラとかって、はい、うちでもカスタマイズさせていただいたこともありますけど、はい、ついにメルセデスのこの主役をカスタマイズする時が来たんだなっていう。でもう間もなく G クラスも控えてるわけじゃないですか。そうですね、 EQG が出ますね。だこれきっかけで、はい、結構こう EV をカスタマイズするっていう、あ、確かに、そういうのが日本でも来るんじゃないかなと。そうですね。でそこで紹介する車がこちら、はい、EQS53 53です、はい、AMG、はい、でブラバス。そう、一応今回はあの、まあ、外装フルでブラバスさせていただきます。外装コンプリートって言っていいですよね。そうです、はいはい、に仕上げてあると、はい、でしかもこれ1号車ですよね。1号車です。日本で一番最初の、はい、そうです、 EQS ブラバス。そうです、こちらをご紹介させていただきます、はい、でまず外装、はい、あの EV でみんなこうつるんってしちゃったから、はいはい、うん、そうですね、こうエアロパーツとかつけづらい、そうそう、かなと思ったんですけど、やっぱりなんかあのニーニーさんのブラバスと似た感じのまあパーツ設定で、しかもニーニーさん の、 そのマイバッハじゃないと設定がなかった、このカーボンを使った、そうカーボンのやつがついてるのね。そうだ、なんか電気とカーボンってなんか面白い組み合わせだな。確かに冷静に考えるとそうだね。そう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 、でもやっぱりまあつける部品って軽いに越したことはないじゃないですか、うん、でもやっぱりそこからなのかな、かもしれないですね。やっぱあの電費っていうんですかね、うん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 、あのやっぱり航続距離が結構重視されるお車じゃないですか、うん、ってなったらやっぱつけるパーツもその軽い方がいいのかなっていうのは。確かに重視パーツに比べたら圧倒的に軽いですから、うん、そう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 。というわけで今回はブラバスのリップと、はいはい、ここのアドオンパーツ、はい、はい、アドオンのパーツで、ここにあの LED が埋め込んでますので、はい、でこれダクトじゃないんだよね。そうそうそう、ダクトじゃないんですよ。抜けてないんだもんね、そうそうそう、もう最初からもう閉じてってるんですよ。でも本当にそういうデザイン、はい、だ本当に EV って難しいなって。そうそうそう、だから冷やすっていうものが、だってここもそうですもんね、うん、グリルも開いてないんだもんね。そうそうそう、開いてないですし、というわけで今回この辺のパーツがついて、まあ一体感すごいですね。ですね。でリップもこんな感じ、ちょっとスポーティーな、うんうん、若干前に出てる感じで、横これ上は同色なんだね。そうそうそう、上は同色 で、 で 下だけカーボンでプラバスになってる、はい、というわけで、はい、非常になんか僕の個人的な印象だと難しいんじゃないかなっていうデザインですけど、うん、うまくこう本当に消化されてるというか。あ、そうですね、ブラバスになってる。そう、オーナー様結構長いことお世話になってる方なんですけど、まあ、ちょっと触ってるやつ乗るぐらいの方だったんですよ、うんうんうん、であんまりがっつりいじるってことはない。そう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 、で、まあロールスとかすごい好きで、ロールスも今2台くらいあるんですけど、なんかあの結構うちの YouTube すごい見てて、ありがとうございます、はい、どうしてもブラバスやりたいと、うんうん、でホイールが53かっこよかったんですよ、うん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 、純正が、うんうん、で もう純正でええやんっていうお客さんと絶対買えんとっていう僕の攻防がありで、まあまあじゃあホイールももう変えようって言ってくださったんですけど、その代わりそのベンツマークはやっぱ全部なくしてねってことだったんですよ、うんうんうん、で一番大変だったらこれなんですよ。なるほど。そう、ここが今ね、まあ、こっちはエンブレム変えるだけなんですよ。こっちがね、まあ言ったら本国は B になってるんですけど、うん、もうそもそも設定がされてなくて、これね多分ここがこう出っ張ってるからじゃないかな。そう、これカメラがあるんですよここに、うん、じゃあ本当はじゃあ設定ないのをもうブラバスがお前ら自分でどうにかしろよってパーツだけもらって、まあ、そうそうそうなんかステッカー来たんですけど、うん、でそれを一応こう日本でアレンジして、だから昔やったあのロリンザーのゲレンデのレーダーセーフティー、あれもなんかエラーが出まくるからって部品は出せないっていう話だったんですけど、あの時も一応いろいろやってなんとかクリアできたんですけど、なるほど、まあ、この子もあのこれで無事に行けましたんで、でしっかり B マークになってると。そうです。ここやってるやってないで全然違うからね。そうなんですよ。だからもうお客様はもう絶対ベンツマークはなくせと、じゃあもうどうにかしようでなんとか B にできたんで、ブラバスも言ってますからね、はい、そうそうそう、はい、もうあの技術でできんわけないじゃろうと思うんですけど、はい、ちゃんと本国と協力して今回こちらの完成してる。そして横に回ってきてもいいでしょうか。はい、横もじゃあしっかりブラバスのホイールが装着されてる、はい、なんでモノブロック Z の22インチで、あの EQS なんで通しなんですよサイズが。なるほど。そうそうそう、だからあのマイバッハとかマイバッハが22インチ設定あるんですけど、前後池になるじゃないですか、うんうん、その同じインチで太さが違うじゃないですか、うん、後ろの方が太くなるよ、ね、そうそうそう、でも EQS は通しで
あ、そうなんだ、はい、履かさせていただいてます。装着されてると、はい、サイズはフロントだから295なんだね。そうそうそう、だからあのコンチ GT とかみたいな感じです。295-3022の投資、はい、多分車重があるっていうのもあるのかなっていう。あ、そうですね、支えるのにそのぐらい必要なんだろうね、うん、ですね。もう2トンオーバー、ね、そうそうそう、もう重さがすごいんで。なるほど、はい、だからホイールも本当にしっかりしたものを選ばないと、そう、EV はその耐荷重が必要なんで、はい、だからもうそこはやっぱちゃんとしたやつを履かしたいな。ブラバス全部 E マークも入ってますからね。そうですね、はい、こちらのホイールが装着されてると。そうで、あとこの忘れがちなボルトカップもしっかり。あ、なるほど、ここは押さえときたいですよね。そうそうそう、これがね、はい、あのまあ、言ったらすごい安いんですよこのパーツって、はいはい、あのこのプラスチックのキャップが、はいはい、でもそれをやるかやらんかでなんか本国に近いか近くないかがあるんですよ、うんうんうん、なんかすごいちゃんとしてる感が、そう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 、これがキャップがあるかどうか、どうせだったらここ B とか書いてほしいんですよ、確かに、はい、というわけでそこまで好きなくやってあると、はい、そうです。そしてあとはあとはキャリパーを黄緑にペイントして、うん、でブラバスの抜き文字のロゴ、あ、なるほど、はい、に入れたんですけど、外装コンプリートになってますからね。そうそうそう、だからもうその、ね、全部なくそうっていうことだったんで、であとこのコーチラインが、うん、その先ほどもお伝えしたあのロールスがすごい好きな方で、今ブラックバッジのゴースト現行のでカリナンもあるんやと、そうなんかロールスがすごい好きで、そうなんだ、だからもうコーチラインは絶対なんですよお客様の、そう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 、そうなんですよ今回。あと横はじゃあ他の S クラスのパーツと一緒とかで、そうこっちはそうなんですけど、はい、ここだけブラバスです。あ、ここ何ブラバスのパーツなのこれ、はい、じゃあこことここってことかな、地味にこれブラバスなんです。はあ、はあ、でもここでだいぶこうシルエットっていうか変わる、そうそう、多分ノーマルと比べると全然違う感じは出るかな、うんうん、で一部カーボンになってる。そうですね、もう絶対高いんだろうなっていう。あ、高かった。これもやる？いる？みたいな話にもなりました。いやでもあるものはやっぱりつけとかないと。そう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 、やっぱり全部やらないと、うん、そのなんか B をつけたくないじゃないですか、うんうん、そうそうそう、あれってなっちゃいますから、ね、すっごい攻防が、はい、しっかりもうめちゃくちゃこうさりげないパーツですけど、はい、しっかりついてる、はい、そうそうそう。そして後ろも先ほど話に出た通り、はい、そうですね、投資で、はい、投資で295のこちらの22インチ。そうです、車でっかいからでも22に見えないね。なんかそうそうそう、見えないんですよね、普通に履いちゃってるよね。そう、もっとその車外ホイールで結構コンケーブさせてとかだったらまた見え方違うんですけど、なんか電気ですしタイヤ引っ張っててもダサいかなと思って。確かに確かに確かに、そうそうそう、ちょっとその辺は考えながらで、うん、はい、ちょっと付けさせていただきました。これ車高は、車高はあのロアリングでちょっと下げてます。なるほど、はい、車高の調整もしっかりしてある。そうですそうです。でなんかベタベタやとちょっとなんか、うん、なんか違うじゃないですか。確かに、なんかね、そうそうそう、EV ってちょっとスマートさというか。そうなんですよ、なんかテスラもあんまり下げたくないなっていう、うんうんうん、でもなんか前エアサス組んだモデル3見た時はかっこいいなと思ったんですけど振り切っちゃえばね。そうそうそう、なんかこれぐらいの車庫の方がさらっとこうブラバスの感じが、はい、上品な感じは残しておきたい。そうそうそう、やっぱりちょっとどこかこう意識高い人が乗るのかなっていうところがやっぱり EV あるんで、そう、まあ、今回絶妙な車庫になってると、はい、にさせていただきます、はい、そして後ろ回ってきてもいいですか。はい、後ろはこれはこれは S クラスと似てるじゃないですか。そうなんですよ、はい、あのこのヤンチャクレースポイラー、はい、これだからもう屋根みたいに、もうそんな感じです。はい、ここはシュッと、そうそうそう、だから EQS ももともとちっちゃい小ぶりのスポイラーついてるんですよ、純正で、はい、でカーボン面ももう全部そうそうそう、綺麗な、はい、はい、こちらがしっかりついてると。ここはしっかりつけさせていただいてます、ね、はい、であとは、はい、あとねこれ、うん、これ結構大変でした。あ、そうなんだ。そうそうそう、これもともとベンツマークがここにいてるんですけど、うん、で本国が後ろの B マーク設定あって送ってきてくれたんですけど、うん、でそこをまあ塗装、ボディ同色に塗装して、うん、で真ん中に B マークがつくっていうそのセットもんやったんで、はい、だからあのトランクがこうこれ自体を押すタイプになるんですよね、うん、開閉が、うん、だからもうこのまま B を上斜め上押してあげたら開きますよっていう。ああ、なるほどなるほど。そうです。でこれ一見するとなんかサイズ、これもともとベンツマークこのサイズなのに、うん、B であれちっちゃくなってるって思うんですけど、これ本国がそうなってるよね、はい、そう、本国がこれなんですよ。だから S クーペもこれなんですよ確か、うんうんうん、そう、あのだからもう本国でこの大きいタイプのベンツマークの時はもうこれなんですよ、うん、はい、というわけでここもしっかり変わってる。そう、まあ、でも確かに ここの B やったらちょっとでかすぎるかもしれないですね。ああ、確かに確かに、うん、そうそうそう、ちょっとちっちゃいです。そしてこっちもこちらも、はい、はい、だからあの EQS53 と AMG はもうちょっと今回剥がさせてもらって、うん、あのブラバスに、なるほど、はい、変えさせていただきました。そして後ろは結構これが攻めてますね、結構やんちゃな。これ EV って漏れなくマフラーないじゃない。そう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 、どうなるんだろうなと思ったら、
でも言ったらマフラーが普通あるとこの辺に出てくるじゃないですか、うんうんうん、だからまあない分ちょっとこうカーボン面大きくとこの、まあ、空気抵抗を考えてるこのディフューザーですかね、うんうん、なるほどに変わるんで、うん、うまくデザインされてる感じが、そうそうそう、なんかこれは好きやなと思います。で横もなんかちょっとこう、そう、ちょっとこう立ち上げてるというか、そうなんですよ、はい、若干上がってるような感じで、はい、しっかりしたこのディフューザータイプは電気自動車っぽくない、うん、まあよく言うとブラバスらしいちょっとデザインにはなってるかな。絶対高いよね。これ高い、うん、今回もなんやかんや結構しましたもんね。なるほど、そう、あ、まあブラバスクオリティとブラバスプライスなんかなとは思って、でもしっかり外装がもうブラバスになってる、はい、こんな感じになっております。じゃあ最後になりますけども、はい、ブラバス伝道師岡店長、はい、あのまだやってないブラバス車種あるんですよね、はい、あるけどオーダーは入れてます。レンジローバー、そう、レンジは、あ、もう言っちゃいます一応シグネチャーナイトで見て写真送って、あ、もうやります、じゃあ新車買っときますって言われてレンジは頼んでるんですけど一向に部品が来ない、はい、まあ、あと僕が待ってるのが S6 さん。なるほどなるほど。そう、この前やっとこそ発表すると思って、あのカウントダウンみたいなブラバスやってたじゃないですか、うん、インスタで、もうついにと思ったら GT63 なの1000馬力だよ、ね、930馬力が出てたんで絶対 S63 だと思ったら GT63 が1000馬力になりましたよ。ロケットですよ。違う、それは違うまあもう日々新しいものが出てますから、そうですね、もうどん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 、うん、やっていきたいんで、やっぱまあEQS もね、正直こんなにかっこよくなると思わなかったんで、うんうん、びっくりだよ、はい、だからちょっとこれからいろいろ EV 系も触っていきたいなと思います。ぜひぜひブラバス EV 系何でもご相談いただけると、はい、いいんじゃないかなと思います。というわけで、はい、ボンドチャンネルのチャンネル登録、まあ、お気に入り登録みたいな簡単なやつなんで、はい、まあ、ぜひ登録していただいて通知が来ますんで、はい、よろしくお願いします。というわけで、はい、各種 SNS のフォローもよろしくお願いします、はい、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。